皆さん、こんにちは。ツコミゴードです。日本に来てから3週間ほど経ちますが、まあ、この3週間、ま、絶対オーストラリアに行った時より、日本語を聞いたり、日本語を話したり、日本語が目に入ったりしてるんで、ここまで日本に来て日本語の環境に3週間でも生きとったら、ある程度じゃない、もう、なんか噛まずにやっていけるかなと思ってたんだけど、全然噛みます。最近でもなんか前よりも噛む気がする。やっぱりさ、環境だけじゃなくてある程度は努力しなくちゃいけないかなと思って、今日はね、早口言葉やってみたいと思います。これだこれだ、早口言葉の難易度ベスト101段を紹介、滑舌練習。まあ、この説明全部読むのはちょっとだるいんだけど、難易度1から10まであるんだから、徐々にちょっと挑戦していきましょうか。最初は生麦、生米、生卵。簡単に言いました。はい、次。これどんだけ早く言えばいいのか。できるだけ早く言えばいいのかな。まあ、噛まずにね。生麦、生米、生卵。考えすぎると言えなくなるからね。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。じゃあ、その難易度1だったね。難易度2、いや、その2番目の方が簡単そう。炙りカルビ。あ、これ何回も言うやつだ。炙りカルビ、アルビ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 カルビ、炙り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 カルビ。新設、診察、室、視察。おお。新設、診察、室、視察。新設、診察、室、視察。まあ、これパスとしようか。難易度2いきます。少し長めの早口言葉はもう出てきますが、実際に発音してみるとそこまで言いにくくこともないので試してみましょう。肩たたきき、肩たたきき、これいいよね。肩たたきき、まあ俺新しく肩たたきやっぱさ、集中してなんか一つのことわざ言うのはいけるけど、日常の会話の中で、あ、昨日肩たたき器を買ってきたよ肩たたき器を買ってきたよ、ね、最近こうってね、イオンに行ってたら高かが置いてあってその高かを買ってきたよ。だから部屋に高かって置いてあるよ。よし、余裕。次、難易度4。ここからだんだんと難易度が増やしていきます。気を引き締めてましょう。気を引き締めましょう。いや、もう説明で噛むんだからね。説明のとこ だけでも俺難易度結構高いよ。狂牛病ブーム、狂牛病ブーム、狂牛、狂牛病ブーム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 、狂牛狂牛病ブーム、狂牛病ブーム。皆さん、今日はみんなに狂牛病ブームについてちょっと話したいと思います。言えた？言えたかな。右耳にミニニキビ言葉だけ面白いよ。右耳にミニニキビ。俺昨日起きたらさ、鏡見て右耳にミニニキビ昨日起きて、なんか鏡見て、右耳にミニミキ右耳にミニニキビ、ミニニキビ、ミニニキビって言うんだよ、そこ。右の耳にミニニキビ、右耳にミニニキビね、昨日起きて鏡見たら、あらーと驚いて、右耳にミニニキビ。これ難しくない？これ難しいよ。右耳にミニニキビ。俺昨日な、ニキビできたんだ。どこにできたと思う？
ミニミミニミニミキ。はい、できたね、できたね。じゃあ次、難易度5いきたいと思います。ここから難易度、ここから難度が非常に上がります。スラスラときちんと3回言うために、3回も言わなくちゃいけないか、俺最初の説明読んでないからね。3回言うためにはかなりの練習が必要です。赤、アロエ、アメ。青、アロエ、アメ。黄、アロエ、アメ。赤、アロエ、アメ。青、アロエ、アメ。黄、アロエ、アメ。赤、アロエ、アメ。青、アロエ、アメ。黄、アロエ、アメ。いけるんじゃん。はい、余裕、次行きましょう。難易度6。週やしゃなど発音しにくい原句を多く取り入れた早口言葉がこの難度から演出します。舌が釣りそうになりますが頑張りましょう。社長、支社長、支所室長、支所室長、社長、支社長、支所室長、社長、支社長、社長、支社長、支所室長。難易度7。同音が重なる言いにく単語が続きます。うわー、この2番目やってみよう。抜きにくい釘、引き抜きにくい釘、釘抜きで抜く釘。これ無理やない？抜きにくい釘、引き抜きにくい釘、釘抜きで抜く釘。まあまあまあ早くはなかったけど、難易度8に突発したいと思います。発音しづらい単語から出てきます。じゃあこの2番目でいきます。東京、特許。なんかひらがなで読むと難しい、漢字の方が読みやすいよね。読めたらね、漢字読めたらそっちの方が読みやすい。東京、特許、許可局、コカ・コーラ、許可局長、東京、特許、許可局長、東京、許可局長。手に負えないんで、もう飛ばして難易度9に行きたいと思います。キャリーパミューパミューは前に何か言語をつけるより団体で複数回発音した方が難しいです。10回連続で美しく発音するのは至難の技になります。じゃあその 2番目、キャリーパミューパミュー10回やろうかね。そっちの方がいけそうやね。キャリーパミューパミュー、キャリーパミューパミューパミュー、キャリ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 ーパミューパミュー、100点満点。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、もう完璧やね。キャリーパミューパミュー、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 キャリーパミューパミュー。難易度10に行きたいと思います。これからすべて3回以上噛まずにスラスラ言えたら神になります。私は何度試しても、お前誰、まともに言うことすら不可能でした。スラスラ言えた方はぜひコメントを残してください。あー、めっちゃ長いよ。あ、これなんか20回、これ20回言うの。骨粗しょう症、骨粗しょう症、20回、骨粗しょう症。いくよ。骨粗しょう症。ダメやな。商社山、もはや中国語これ。商社山の社僧場。
商社さんの社総長、商社さんの社少女。まあ、パって10までいけるわけないですよね、皆さん。どうも。まあ、これからちょっと、毎日、徐々に早口言葉練習していけば、かっこよくて、噛まない人間になっていけたらいいなと思いますか。どうですか、皆さん。難易度10は、スラスラと言いますか。言いたい人たちはぜひインスタのストーリーに上げてください。そして最後にちょっと英語のやつに最後にちょっと挑戦しようかな。英語ではタングトゥイスターって言うんだけど、まあ一番簡単なやつからいきますね。 How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? じゃあ Medium Black background brown background Black background brown backgroundBlack background brown back... Black background brown background 難しいよな。 Black background brown background Black background brown background Black background brown Hard one, hard one. あ、これしてるよ、一番最後の。 She sells seashells by the seashore. 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 By the seashore. By the seashore. By the seashore. She sells seashells by the seashore.Which switch the Swiss rich watches? こっちの方が難しいな。Which switch the Swiss rich Which switch Which Which これ一番難しい。Which switch the Swiss wrist watches? Swiss wrist watch Wrist watch Swiss wrist watch Swiss wrist watches Which switch the Swiss Which switch the Swiss wrist watches?いいかな皆さん、どうですか、面白かったですか。ちょっとゴードの発音の上達見えたでしょうか。これから動画の中で、まあ動画はね結構噛んでるとこ全部編集するときにカットするんだけど、ライブ配信はね編集できないからね。今週金曜日のライブ配信もみんなちょっと期待してください。今週のライブ配信は頑張って噛まないようにやっていきましょうね。あ、でもなんかストロング飲んだらまあいいや。とりあえず今日の動画はそんな感じで、みんなまた遊ぼうね。じゃあねー。